はい、皆様、本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、もしかすると撮影の前後、動画アップの前後で同じことを喋っている可能性があるんですけど、具体的に、撮影中に注意することをお話していきます。で、私の場合ですので、皆さんとは条件が違うと思いますので、その点ご注意ください。聞いての通り、今はセミ、カ、アブ、その他遺体の知れない生き物がですね、私の撮影場所には常にいます。で、よくこういう隙間ですよね、こんな穴のとこ、穴やこういう下のところですね、マムシ、ヘビ、普通に出てきます。治安の悪さで言いますと、皆様は人間をイメージされると思うんですが、私の治安の悪さといえば、イノシシ、サル、ヘビと、いったところでしょうか。まあ、それは時間帯にもよるんですけど、そこをちゃんと考えてやらないと自分も無駄目に遭うということですね。小猿だった場合はいいんですよ。だいたいこういうぐらいの、見えるとこぐらいの距離だったらいいんですよ。ただ普通の猿だと目を合わしちゃうとマジでやばいです。で、今はちょうど日陰なのでいいんですけど、さっきまでね、ちょっと向こうの方を照らすともう灼熱の暑さなんですよ。なので、今聞こえましたかね、アブがブーンって飛んできたと。で、すみません、話戻るんですけど、いつもは灼熱の場所なんですね。なのでいつもは周りに水をまいてあります。で、水をまくにしても、人に迷惑がかからない場所を選んでます。この先は、行き止まりになってます。水をまくだけでもですね、この暑さ対策はできると思います。まあ、注意されたらもうそこはもうやめた方がいいと思います。それとですね、蚊ですよね。異常に蚊が刺してきます。私の血をですね、吸ってきます。どっちかというと座りやすいので、服装なんかもですね、前は黒い服装を着てたんですけど、今日はですね、どっちかというと白をですね、着てます。まあ、今の話を聞いて分かった方は、あー、なるほどと思った方はいらっしゃると思うんですけど、黒い服を着ると蚊に刺されます。蜂に刺されます。クマバチの場合は人を刺すことはほとんどないんですけど、その他、まあ、足長バチとかですね、周りに巣がある場合は、カチ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 って警告音が聞こえますので、まずそこを見極めないと嫌ですね。なので季節や場所、条件によって撮影場所を変えてます。それとこの暑さ対策ができる場所ですね、日陰でなおかつ雨がしのげる場所が確保できると、洗車動画に私は切り替わると思うんですが、現状は今あると触っている状態ですね。はい。なので、もちろん虫除けスプレーを体に事前に塗っておくということと、よっぽどでしたらですね、線香、蚊取り線香炊きます。で、一番ビビったのが、私がですね、ちょっと今から動きますね。ちょっとリアルな感じをお伝えしたいので、ここからですね、あ、そうですね、ダーッてバーッと走ってきた時に、ちょうどこっちから、あ、スズメバチの目があったんですね。会った瞬間、向こうもびっくりしたのか、ボンって逃げたんですね。で、やばいと思ってすぐドアを開けて避難しました。で、その後にやはりですね、こうドアにコン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 とですね、やってきたので、そういう危機一髪という状況もかなりあります。
ただこういう場所で一人で蜂に刺されて倒れてると、おそらく危険な状態になるでしょう。ということで今日は、私の撮影状況についてですね、ちょこっとだけお話しさせていただきました。本日もですね、ご視聴ありがとうございます。良いと感じましたかですね、ぜひ、評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。 MeTubeTV でした。またお会いしましょう。